こんにちは、ハリーです。今回はジブリの作品、特に宮崎駿監督の作品がなんであれほど人気になっているかというと、オープニングの10分で魔法をかけているからというお話をしていきたいと思います。宮崎監督作品の、オープニング10分の魔法というのは何かというと、クライマックスの疑似体験というか、クライマックスと同じ要素がほぼオープニングに入っている。つまりジブリの作品を何度も見てしまう要因というのがここにあって、特に1回見て、本当のクライマックスを見た人ほどこの魔法が解けていないとか、より魔法にかかりやすいという、状況になっているからなんですね。オープニングでかけられている10分の魔法が分かりやすい作品というのが、ラピュタとナウシカですね。ラピュタのオープニングを思い浮かべてほしいんですけど、ラピュタのオープニングは、ムスカに捕らえられていたシータが飛行船から脱出しようと試みて、足を滑らせて上空に飛ばされるシーンで、飛行石が光って一命を取り遂げ、さらにそこでパズーに助けられるというシーンなんですけど、これってクライマックスでも全く同じ要素、上空であるということと、飛行船が天空の城ラピュタに変わっている。で、あとはムスカに追い詰められているシータ、そのシータを助けるパズーで、キーになっているのは飛行石、そしてバルスっていうことですね。なんで、オープニングの構成とクライマックスの構成が全く同じ要素で出来上がっているから、特に2回目以降に、ラピュタを見たときに、オープニングを見たときに、クライマックスを想起させるというか、思い出させ、起こさせる力があるので、2回目以降もオープニングを見たときにすんなりと入っていける。そして、その1回目でもやっぱりそこにクライマックスの要素が詰め込まれているので、作品に一気に引き込まれるということですね。ナウシカも、深海にいるナウシカ、森から飛び出していく怒ったオウム、そのオウムは仲間を襲おうとしている。で、そのオウムをナウシカが沈める。そしてナウシカの服は青。これだけ聞くとね、これもクライマックスの要素とほぼ一緒なんですけど、これもオープニングの要素ですね。ナウシカはもうほぼほぼクライマックスとオープニングが同じ要素構成で作られている。余談なんですけど、ナウシカの服ってもともとが青、それから赤の服を着て再度青になるっていう、オウムの目の色と同じ、パターンになってるわけで、かなりナウシカとオウムっていうのはリンクした、作品の中でもかなりリンクしているわけですね。ちょっと例外的なのが、魔女の宅急便。魔女の宅急便に関しては、主人公のキキの未来像が描かれていると。それはお母さんとお父さんなんですけど、キキのお母さんは、キキが旅立った町に宗教として来て、それでお父さんと父親と出会い、結婚し、その場に修行のとして来た町にそのまま住み着いていると。お母さんの職業は薬を作ったりすることなんですけど、キキの未来像ですね。キキがもうおそらく修行として旅立った町にあのまま住むのではないかという、ちょっと匂わせがあって、トンボとの出会いですね。トンボがとあのままボーイミーツガールって出会った
と思うと、まあ、結婚してあのままあの町に着くのではないかという匂わせがあって、まあ、さらに言うと旅立ちの時にキキは自分で作ったほうきで飛ぼうと思ったんですけど、お母さんに止められて、お母さんのほうきで旅立ち、その旅立ちの飛んでいき方も結構下手くそな木にボンボンぶつかって飛んでいくっていう、まあ旅立ちなんですけど、あれも最後のところも、まあ、クライマックスのシーンもキキは自分のほうきではなくて人から借りた、まあ、あの時はデッキブラシですけど、デッキブラシで飛んでいくと。で、その飛んでいくところの時も結構下手くそに飛んでいく。で、あの作品を思い返してみると、キキって途中途中で何回か空飛ぶんですけど、そんなに下手でないんですよね。つまり、オープニングとクライマックスのシーンだけ下手くそに飛ぶ。途中で、ほうきが折れてしまって、自分のほうきで飛ぶ練習をしてるんですけど、その時は一回も飛べてない。つまり、キキって他人から借りた何かでしか飛んでない。魔女の宅急便のテーマってキキの自立にあるので、まあ、最初のシーンでは母親から借りた、もらったというか、ほうき。でも最後のところは自らが借りて飛んだほうき、まあ、デッキブラシ。そこで一個母親からの自立っていうのを示唆している話なんですけど、あれもオープニングとエンディング、クライマックスをちょっとリンクさせているという。宮崎駿監督の作品ってオープニングにめちゃくちゃクライマックスの要素が詰まっている。まあ、というわけで、まあ、宮崎駿監督の凄さって何かっていうと、オープニングで出し惜しみしないというか一気に見せちゃう、つかみがめちゃくちゃうまい監督。なかなかここまでオープニングでクライマックスの要素を一気に見せる監督ってなかなかいないんじゃないかなと思っているので、なんかもし他にも自分が面白いと思った作品があった時に、なんでこれこんなに惹かれるんだろうと思ったら、結構オープニングを見返してみるっていうのは一個の手かなと思っております。では今日も楽しくお過ごしくださいませ。ハリーでした。